あなた運がいいんだって。先生こんにちは、東方アラフォーの男です。元ネタを忘れてしまって申し訳ないのですが、人は一生のうちに平均16回殺人犯とすれ違っていると聞いたことがあります。多いと思いますか、少ないと思いますか、ということですね。ありがとうございます。僕ねこれちょっと気になって調べたんですけども、これはですね、チナ・バビナとかいうよくわからない海外の人の勝手統計ですよね。こんなバカな話があるかと思ってですね、人口計算だけなんですよね。大まかな計算をしてみた。毎日10人とすれ違う、かける1年は365日、平均寿命は71年、一種のうちですれ違う人間は26万人、そして殺人犯は10万人に6人という割合なので、 6×26万÷10万という計算で15、6人ということになるというですね、恐ろしく適当な計算ですね。あのね、1日に10人とすれ違うって言っても、同じ人とすれ違うこととかもあるので、あとこういうのは町とか住む地域とか国によって大幅に変わると思うんですよね。まあそんなことないでますよ。日本そこまでいないと思うので、殺人が多い地域ね、南アフリカとかもそうですよね。あとまあアメリカとかもまあ銃がありますから、とにかくですね計算が雑いんですよ。でこれこそ勝手統計のもう最たるものと思って採用しました。単なる企業の空論、計算しただけなので、こんな計算が成り立つんだったらですね、楽なんですよ統計っていうのは。もう全く僕はこれは違うと思うんで、そんなことは一切ないですね。そう、そもそもそうヒデヒデさんのように地方ではそこまですれ違わないし、毎日10人の人とすれ違うっていうですね、このまずその過程が雑いんですよ。平均的に大きな町に住んでる場合、毎日10人とすれ違うと仮定するっていうですね、なんやそれっていうねまずそこが、その前提がですね、一番重要なとこがすげえあやふやなんですよ。要するに365日ニートの人だったら一人ともすれ違わない人もいるんですよね。なんであのこういうのは本当いい加減ですから、まあ多分ここまですれ違わないでしょうね。ひょっとしたら日本だったら未だに殺人犯っていう風にくくったらですね、一人ともすれ違ってないかもしれませんね。しかもまあこういうのって面白いからですね、結構広まるんですよね。女性がね綺麗に生まれてくると生涯獲得賃金が2億円違うとか3億円違うとかですね、ああいうのがですね、なんかあたかもそれが絶対正しいみたいな感じで広まるんですけども、ああいうのも全部調べた人の研究者のあくまで意見であってですね、勝手意見であることが多いので気をつけた方がいいですね。でまあこういう系の話は雑学エピソードとかですね、友達に話せる小話として結構広まるんですよね。まあそしてバカな人はですね、これは誰か偉い賢い学者が言ってたから必ずそうだみたいな感じで言ってくるんですよね。それがすげえしんどいなーと思いますね。 YouTube の動画のコメント欄とかですね、相談者さんの中でもですね、家庭のこととか言ってくるのを聞くとですね、あーすげえしんどいなーと思いますね。この血液型だからこうだとか言われるのと一緒ですね。まあ僕は褒めたりとかですね、そこでこう諭したりするのがめんどくさいんで、ああそうですねっていう感じで言うんですけども、こういうのがあまり出回らないようにしてほしいなと思いますね。なんでいっぺん考えてほしいんですよね、これはちゃんと計算できることなのかとか。この間ね、地球の人口が80億人でしたっけ、超えましたとか、まあそれはちゃんと計算しとるんでしょう。そう、そういうのは別にいいんですけども、例えば温度ね、温度の話とかね、ここ10年で何度上昇しましたよとか、もうそういうのは正しいのかもしれませんけども、こういう非常にですね雑い話を、これは真実ですみたいな感じでね伝えてくる人が多いんで、それは怖いですね。多分でも日本はそこまで殺人犯とかねいないと思うんですけどね、僕は。でまあ田舎とかに行けば行くほど減りますよね。まあ事件自体が少なくなりますからね。まあうまいこと作ったら、こういうので本書いたらですね、こういうタイトルで本出したら一定売れたりとかするんで、こういう勝手統計とかは一生なくならないと思いますけどね。多いですよね、本のタイトルで5人に1人はこういうことやってますとかですね、こういうことやっている人間が勝つとかいう本よくありますよね。はい、これをやっている人間は成功するとか、そういう本とかがやっぱこの数字とかを出すと売り上げが結構変わるんだと思いますね。絶対に何人がやっていることとか、
はい、まあ、そこら辺が売り文句になるんじゃないかなと思いますね。この計算はやっぱ調べてみてよかったですね。僕はまあどうせ損なんだろうなと思って調べたらどうせ損なんでしたね。こんな雑いのはなかなかないっすけどね。逆にヤバい地域とかだったらね、メキシコのマフィアとかがいる地域、一般の人が歩けませんよみたいなこと言われてる地域とか歩くと、すれ違うやつ全員が殺人者みたいなね、そういう地域があるかもしれませんね。コロンビアのねナルコスとかね、ああいう海外ドラマ見てるとですね、あそこら辺のカルテルとか、あの辺行くとですね、全員そうなんちゃうかみたいなはあるかもしれませんね。あそこら辺ほんと怖いと思いますよ。もう全く違いますからね。そこら辺はメデジンカルテルとかですね、あそこら辺歩いたら、みんな聞いていったらあるんちゃいますかね。人殺したことありますって言ったら、うん、あるよ、あるよ、もちろんだよ、みたいな。うん。今日も殺してきたよ、みたいな感じで言われる地域があるかもしれませんね。そうそう、あの、コロンビアですね、あの、そう、聞かれそうですね、コビとかも。君ないの?みたいなこと言われそうですよね。だからまあ、全くこういうのは当てにならないですね。ここら辺はガチガチの嘘。だからこの多いと思いますか少ないと思いますかっていうよりも、まずこの平均16回っていうのが全く当てにならないっていうことですね。嘘すぎるというか適当すぎるっていう感じですね。こういうのは信じないように皆さんしてくださいね。面白いんで聞いたら言いたくなる系の話ですよね。僕も小学生ぐらいだったらね、僕が小学校 2,3 年生ぐらいだったらこれ聞いたら次の日学校で言ってましたよね、友達にね。さすがに今になるとね、まあそんなことないだろうみたいな、計算しようがないだろうというのが先に来るんでね。はい、大輔さん、いつもありがとうございます。動画が面白いと思ってくれた方は高評価チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。